よう。
新潮組から報告は受けてる。だがどんな顛末だったかお前さんからも聞かせてくれ。さすがだな。ありがとうよ。あの方からもさらに信頼されるようになったってか。あとは交渉の場を設けるだけだが、最後は幕府を消し潰すまで戦は終わらんと言ってるそうだ。金門での戦の時、薩摩が幕府についたのは西郷の判断だ。なんだかんだ言って上様の才気を評価しているのさ。だからこそ警戒してるんだろう。徳川に新政府を乗っ取られんのが怖いにちげえねえよ。上様の首が欲しいんだろう。だがそれだけは俺としても絶対に飲めねえ条件だ。第一、江戸の主戦派が黙ってねえ。上様を死なせるぐらいなら最後まで戦うって言い出すだろうよ。おいおい、まさか篤姫様からか。あの人のお言葉なら西郷の心にも届くだろうぜ。お前さん、でかしたな。薩摩の本体は江戸攻めに向けてイギリス製の大砲やら軍艦やら揃えて神奈川宿に陣を敷いたって話だ。西郷もきっと神奈川宿の陣にいる。嘆願書を届けるのは難儀だろうが、お前さん頼めるか。江戸百万の民の未来はお前さんにかかってる。よろしくな。星をあげようかの。共に励みましょう。
なかの妙技じゃな。来たか。
ないか。閉めてくれる。
なん助かったわい。しに来た。あんたにちょろちょろされちゃ困るんだよ。
選んでくださいよ。どうぞごひいき。
りしたお反応時世、いつも老いの胸の中にあった。あのどん底からはようやくここまで。江戸で動き回っとったのはきっと老いを切る気か。さず将来とも、篤姫様は幕府に囚われた人質じゃと思うとった。じゃっどん、あん方は自分の命など考えておられんとじゃ。篤姫様が望むは、皆のために尽くした門が全て報われるよう。そこには幕府も新政府軍も関係なか。篤姫様にはかないもはん。確かに受け取りもした。勝さんと話し合ってみるぞ。
よう。西郷から和睦の談判を受けても構わねえとの返事があった。ほんとお前さんは俺の予想を超えてうまくやってくれたぜ。篤姫様に西郷、そして俺、三人だけじゃどうあがいてもこうはいかなかっただろうよ。ここまでこぎつけたのはお前さんが結んできた因縁のおかげだな。世の中、自分一人の力じゃどうにもできねえこともある。因縁ってのは互いを生かし合い強くするもんだ。お前さんは因縁に恵まれた。俺はな、そこがお前さんと奴の違いだと思うぜ。俺は薩長、いや新政府と幕府の争いに決着をつける。談判で戦を避けてみせるさ。難しいがやるっきゃねえんだ。鬼の手の侍は談判をぶち壊しに必ず現れるだろう。お前さんも来い、奴と決着をつけろ。ああ、お互い今夜が正念場だ。そういや、お前さんの知り合いが話をしたいって言ってたな。西郷との談判にはまだ間がある。積もる話もあるだろうし、俺が言っちゃ邪魔だろうからな。ちょいと退散するぜ。ああ、おまんかい。おまんも因縁の相手と決着をつける時が来たんじゃな。わしと伊蔵は結局殺し合うしかなかったけんど、おまんは同じ道をたどらんでくれ。あいつとの因縁を清算した上で改めてわしの片割れとして帰ってきてほしい。おまんならきっとできる。信じちょるき。苦しゅうない、地公よれ。西郷に書状を届けてくれたこと、礼を言うぞ。あとは、勝つと西郷に託すとしよう。もし江戸で戦になれば、私は幕府と命運を共にする。だが、そうはならぬであろう。国に尽くした者が報われるようは、とやってくる。勝も西郷も思いは同じのはずじゃ。そう信じておる。新たな戦が始まろうとしています。薩長との戦ではなく、商いでの戦いのことですよ。これからは世界の商人を相手にしなくてはなりません。いやはや忙しくなりそうです。とはいえ、それもまずは君の戦が終わってから。先のことは私に任せ、君は全力を尽くしてきてください。ではお元気で。どう？ここまでこぎつけた勝さんはきっと歴史に名を残すでしょう。何をなすかは身分や家柄は関係ない。改めて痛感しました。誰もがあの人のように志をなすことができればこの国は変わる。そう思いませんか？その術を万人が理にかなった方法で学べたら。いえ、夢物語ではありません。私は必ず成し遂げますよ。失礼します。
奇遇だな。本国から日本退去の命が出てな。だが俺はまだ帰国する気はない。俺は進むべき道を見つけた。新選組と出会い、ずっと夢見ていた竜の軍隊となったんだ。俺たちは出立する。新しい時代の侍となるためにな。お前はお前の道を行け。さらばだ。行け。先を急ぐのだろう。あら、どうも。戦は簡単に多くの命を奪う。でも命を救うのは大変よ。たった一人でもね。患者を救うため私はやれることは何でもやってきた。だって奇跡は起きるんじゃなくて起こすものだから。多くの人があなたが起こす奇跡を待ってる。必ず成し遂げて帰ってらっしゃい。あら、ちゃんと説明してください。これからどちらへ行かれるおつもりですか。あ、ごめんなさい、つい問い詰めるような言い方を。もしあなたも坂本様のような目に遭われたらと。何をなさろうとしているのか存じませんが、あなたはどうかご無事でお戻りください。志を遂げられたらまた会いに来てくれますか。私いつまでもお待ちしていますので。奇遇だな。おや。ああ、おまんがよ。こちらですよ。日々進歩を続けるからくり道具は時に人を傷つけ大きな戦を引き起こす。でも誰かを救うこともあるんだ。結局使う人の心次第だ。そう思ってる。僕は人の心を信じたい。だから作り続けるよ。ああ、そういえば新しいカラクリ道具ができそうなんだ。ことが済んだらまた見に来てくれよな。用は済んだかな。またね。驚いたか。まだ傷が癒えてないが無理やり来ちまった。俺は逃げた将軍として歴史に汚名を残すだろう。だが江戸が日の本が焼かれずに済むならそれで構わない。その望みをつないでくれたあんたに礼を言いたくてな。感謝する。もし俺も一介の浪人だったら
あんたと自由に旅をしたかった。じゃあな。もう行ってもいいぞ。よう。ここにいれば会える気がしていた。なんせ俺には天賦の勘があるんでね。あんたに命を救われたからこそ言わせてもらおう。せっかくここまで生き延びたんだ。無駄死にだけはするなよ。死すべき時に死に、生きるべき時に生きる。それこそが英雄豪傑だ。お互いそうありたいものだな。チェース。徳川は松陰先生と日下の仇、正直許すことはできん。だが新たな世をなすには和睦を進める以外あるまい。そうですね。この国を平和に導けるような祭りごとをすると誓いましたし、戦以外の道があれば願ったり叶ったりです。しかし未だに確信が持てんのを、松陰先生の思い描いておった世に向かっておるのかどうか。互いを認め合える世を作りましょう。山形さん、先生もきっと喜んでくれます。心配ありません。必ず日は昇りますよ。それではの。やあ。いやあ、元気そうで何よりだ。江戸の様子を探るついでに君に会いたくなってね。私はね、最善だと信じた道を選んできた。しかしその過程で多くの者が命を落としたのも事実だ。彼らの死が意味のあるものだったと言えるようにしたい。そのことを君には伝えておきたかったんだ。私ずっと考えていたんです。なぜ人は平和な世を求めながら戦をするのか。まだ答えは出ません。でも今あなたが平和な世を作るために命を懸けようとしている、その思いは痛いほど伝わってきます。だから少しだけ答えが見えたような気がするんです。無事に帰ってきてください。きっとですよ。苦渋の決断だったが、最後は此度の会談に臨むと決めた。それは貴公が篤姫様の書状を届けたからだ。皆のために尽くした者が全て救われるよ。その言葉に自分も西郷もこの国のあるべき姿を見た。思えば多くの犠牲を払ってここまで来たのだ。彼らの意志も我らの思いも貴公の働きも全て報われることを願っている。以上だ。バントだ。物事には表と裏がある。俺たちは
裏でしか生きられない類の人間だ。だがそれでいい。どちらにも役目があるんだ。何のために剣を振るうのか、ようやく答えに近づけたよ。人知れず戦い、流した血をもって歴史を支える。それが俺たちの役目だ。必ず果たせよ。ではな。よく来てくれた。あれから本国を通し新政府と交渉を重ねたよ。内戦が起きれば交易にも影響が出ると圧力をかけた。新政府もイギリスを無視はできまい。西郷の判断に少しは影響を与えられただろう。あとは君たちに託す。江戸を、愛するこの日本を守ってほしい。よう。騒がず近くに来い。